ハンナスネルハンナスネルは男装子性別を偽って兵士となったイングランド人女性である。ハンナはイングランドのウスターに生まれた。地元の人々は彼女が幼い頃から兵隊ごっこに勤しんでいたと主張している。彼女は大人になるとロンドンに移り1744年1月6日にヘンリー・サムズという男性と結婚した。1746年ハンナは スザンナという娘を産んだが、生後一年で亡くなった。やがて夫が失踪すると、ハンナは、既定のジェームズ・グレーに、男性の服をもらい、名前も借りて、夫のサムズを探す旅に出かけた。彼女自身の証言によると、彼女は1745年に、チャールズ・エドワード・スチュアートが起こしたジャコバイト判断の、際、ノーザンバーランド後期化のガイズ将軍の連帯に、参加しており、 ある軍曹から無知打ち500発を受けた時に嫌になって脱走したという。しかし、彼女の生涯の記録や時期を考えると、ハンナが1745年にガイズ将軍の連隊に所属していた可能性は極めて低く、したがってこの証言は作り話だと思われる。娘の死後、彼女はポーツマスに赴いてイギリス海兵隊に入隊した。 ハンナは1747年10月23日、スワロー号に乗船した。この船は10月1日にリズボンに到着した。彼女の部隊は当初モーリシャスを攻撃する予定だったが、この作戦は中止になったため、一行はインドに向かった。1748年8月、ハンナの加わっている部隊は、フランスの植民地ポンディシェリを占領する作戦に動員された。 その後、ハンナは1749年6月のデビコットの戦いにも参加している。彼女は兵士として足を11回、ネズミケーブを1回負傷している。しかし、ネズミケーブの傷を彼女は自分の本当の性別が他人にわからないように治療したか、親切なインド人に解放されたらしく、負傷によって性別の秘密が暴かれることはなかった。 1750年、ハンナはイングランドに帰国し、ポーツマスからロンドンに向かったが、その途中の6月2日に同僚によって本当は女性であることを暴かれた。彼女は軍司令官だったカンバーランド公に自分に軍人としての年金を支払ってくれるよう、嘆願した。またハンナは自分の体験談をロンドンの出版人、ロバート・ウォーカーに売り込み、これは 女兵士という名前で本として出版され、二班を数えた。ハンナはまた舞台に立ち、軍服を着て、軍事教練の様子を実演したり、歌を歌ったりした。三人の画家が彼女の肖像画を描き、ジェントルマンズ・マガジンも彼女の話を取り上げた。最終的にハンナは名誉除退処分とされ、チェルシー王立病院は公式に彼女の軍事的奉仕を認めて、 1750年により、ハンナに年金を支払った。軍隊が女性に年金を支払うことは、前代未聞と言える出来事だった。ハンナは、ワッピングに移り住み、そこで、女戦士だったとも言われ、どちらなのかはっきりしないという名前の居酒屋を開いて、見たものの、長続きしなかった。1750年代半ばには、ハンナは、バークシャー州のニューベリーに引っ越した。 1759年、ハンナは、リチャード・エールズという男性と再婚し、二人の子供を授かった。1772年には、彼女は、ウェリフォード在住のリチャード・ハブグッドと三度目の結婚をし、夫婦で中部地方に移った。1785年には、ハンナは、事務員をしていた息子、ジョージ・スペンス・エールズと一緒にストークニューイントンの、 チャーチ通りに住んでいることが記録されている。1791年、ハンナは精神的な病が急に悪化し、8月20日にベドラム精神病院に収容された。彼女は1792年2月8日に死んだ。ありがとうございます。